それじゃあやっていきましょう。怖いんだよな。なんもないよね。でもそろそろ来ても。何が何だか分からなかった。そろそろ来てもいいよねって言ったら本当に来やがった。マミー、空気読みすぎ。え、こっから？嘘でしょ？これ逃げた判定なってっかな。さっきはさ、逃げた判定なってたけど、なってるわ。実際逃げてないんだけどね。こっからの謎解きか。で、そしたら引くと。で、向こうからマミーが来るから、焼却炉に閉じ込めて焼くとか？違うよな。そんな残酷なことしないよな。来た道戻るんだな、きっとな。そうだよな、きっと。そうだよね。来た道戻れない！どうすればいいの？あ、なんで？なんか越えられたんだけど。え？え、何？あ、来てる。走れよ、バカ！なんで走んないんだよ。さっさと行けばよかった。マミーがバグったのか、ともちゃん。またこっからがいいや。最悪だよ。オッケー。あ、上は、上の歯車は、関係ないんかな？どうするんだろう、これマミー。さっき奇跡的にできたんだけどさ。回避できたんだけど。どうするんだろう。来るじゃん？引き寄せて、見つかってないから遅いかも。あ、やばい、怖い怖い怖い。ん、なんだ、なんかスルーされたぞ。なんで、やっぱ燃やすんかな。よし、燃やしてみよう。燃やせるかな？か、焼却炉のとこ隠れるか？だよね。これでやってみよう。中に隠れてみようね。よし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 。よし、行きますよ。こうしたら、マミ来て、で、私は、一応これやっとくか。これで隠れると。どうよ、どうですか、これでいいんじゃない。ん、いる、バカ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 。去ったな、バカめ。もう大丈夫だよね、いないよね。あそこからどっか行ったんかな。オッケーオッケー、いいじゃん、行くんなよ。オッケー。これね、これです。怖いダメなんだと思って戻ったら、普通だった。で、ここ行くじゃん。ハギワギがね、あ、いなかった。いなかったわ。ハギワギいなかったわ。
もたもたしちゃった3度目の正直ですよ。やりますよ。よし、行きましょう。もうね、楽ちんですよ。こう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 。いや、このマジ、ドラム缶に殺される。これで、こう。いいじゃん、めっちゃスムーズ。やばい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 。後ろ見たいけど、後ろ見たら死ぬんだよな、確実に。上上上。そんなシビア？嘘でしょ。一瞬ももたもたできないの？ガガガガガガ、ちょっとちょっとちょっと、やばいかも。やばいかも。ウェ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 。大丈夫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 。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。なんで？嘘でしょ。あれ ?2 回死んだ。2回死んだ。1回ローディング入ってまたこの画面になったんだけど。かなり距離空いてるんじゃないか？インコースを攻めろ。これで。ゴー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 。やばい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 。あ？来なくなっちゃった。諦めちゃったね。あらら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 。もらっちゃうね、この勝ちね。私の勝ちだね。あ、ごめんね。やった。ありがとね。勝たしてくれたんかね。いないよね。これ怖いな。え、怖いよ。本物にすり替わるとかやめてね。本当に本当に本当に本ガチ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 本当に。ちょっとおとなしく見てみるか。あれなんか手引っかかってた？手引っかかってたよね。で、隣にレバーがあったから、引っかかってるうちに、あのレバーを、引いて、外に逃げればいいとか。そういうことかな？早くして！してるから。早く、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 で、手引っかかったじゃん？で、このレバーを、こう。そういうこと？ごめん！ごめんって！あ、もう。ごめんごめん！違う違う！私、この扉のあれかと思ったんだよ。ごめん！ごめん。でしょ？え？ダメだよ。え、嘘嘘嘘嘘。いけない、これ以上。え？え？ごめんなさい。なに？なに？あんた誰？え？誰？え？見えない。見えないな。次のチャプターのボスとか？え、ごめん。違う、私扉のレバーかと思った。巻き込まれる。と思わなかったんだよ。ごめんね。よし、行こう行こう。まあまあ、私に意地悪してきたの向こうだから。向こうが先にね、意地悪してきたから。これ、上登って、もう電車？列車に乗れんのかな？隠しアイテム、今さらもうないよね。ありそう。ないか。あるかな？まあいいや、行こう。行きましょう。もうしょうがない。捨てられてる。そんなん考えたって。しょうがない。行こう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 。ビデオ。ん？あ、あそこだ。何？あ、こいつの手じゃなかった？
こいつの手だったよね、さっき。支配、ん？会長？ CEO 作った人だよね、きっとね。一番偉い人を。本人もおもちゃになってしまったってこと？すごいね、答え合わせが。まだわかんないけど。じゃあちょっとごめんなさいね。あ、でもこれは最後まで見とこうかな。もしかしたら、どんでん返しの何か映像が流れるかもしれない。何？これ何話してんだろうね。全然わかんないや、英語。サイト調べれば、この何？ハギワギ、ん？コピープレイタイムの翻訳を全体的にしているサイトがあるんだけど、見たことないけど。多分ビデオ1みたいな感じでね、翻訳分かれてると思うんだけど、そこに行けば多分分かると思う。これって内容に大事なもんなのかな。ハギワギ、ハギワギだけ聞き取れたよ。ハギワギだけね。あ、終わった。何もなかったな、どんでん返しのものが。じゃあ多分これでクリアだよね。ポッピーちゃんどうなった？そういえば私のポピーちゃんは？ん？開き方怖いんだよ。あ、上の方になった。なんだろう。暗いんだよな、全体的に。あー、マミー。マミーは、結果、悪いやつだったね。良くないやつだったわ。あれ何？ん？お、手だ！おじゃす。ここ？ポピーちゃん、ヤッホー。3241、ポピーちゃん大丈夫？助けてあげたよ。3241、え、これ取りたかっただけ。あれ、ポピーちゃんどこ行った？中入ってったんだね。なるほど、これとこれでこう、ん？あっ、え、ようわからんわ。よくわからんわ。なんだった今の。3241、ポッピーちゃんはどこ通ってった？だね、かわいいね。あ、こうなってで3241をすればいいんじゃない？オッケーオッケーオッケー。キャラ変えれないんだけど。あ、変えれた、変えれたわ。これじゃない？で、赤、黄色、赤、青。こうか。オッケーオッケーオッケー。そしたら、3241ね。3241。オッケー！あれ？これか。閉めて、これ？ああ！これ何？うわ、すごい！ハギワギいるかな？覗いてたりしない？最後に。怖いな。怖いな、大丈夫か？誰もいないよな？ブレーキとか、これ大丈夫だよね。
上に上がる。大丈夫？え？大丈夫？いや、パーフェクト。悲しい音楽流れてくる。私わかんないわかんない英語わかんないから。どっから流れてんの？ここか。ポッピーちゃんかな、この声は。え？何？ピーピーピーって何？え、怖いんだけど。あー、すごいスピード出てるけど大丈夫？ブレーキとかじゃなくてこれ。え、大丈夫？ちょっと待って。怖い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 。ブレーキブレーキブレーキ。なに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 ？なに？ストップトレイン。ストップできない。あ、これか。違う。どうすればいい？ストップできない。できたできたできた。あぶねえ。なんだよ。ちょっとちょっとちょっと。あ、やばい。あ、やばいやばい。死ぬ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 。さすがに死ぬ。さすがに死ぬ、それは。さすがに死ぬ。あ、死んだ。ほんと？これで続きになるのかな？お？ならない。プレイケア？ん？あ、終わった！え？うわ、最後なんかいた？そのまま脱出できずに気絶しちゃったよみたいな、そういうことかな。で、まだまだ脱出、主人公の脱出劇は続くみたいな、そういうことなんじゃないかな。うわ、ボリュームえぐえぐくない？ボリュームすごいね。一応1はチャプター1のハギマギのやつは無料でできたんだけど、チャプター2とあと3があって、それはダウンロードコンテンツとして販売されてるのね。いや、すごいね。面白いな。でもなんででもなんでこれがね、ちっちゃい子に人気なのかはちょっとわかんないな。怖いじゃん、だって。怖すぎない？このキャラ好きなのか。さあ、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。私はね、想像よりもね、怖かったかな。そのキャラがさ、結構私の中で街中で見るから怖いっていうイメージがなかったんだけど、実際にね、ゲームやってみるとね、やっぱ怖いわ。完全にホラーじゃなくって、ちょっと可愛いキャラクターが怖くなってるってところで、さらにね、怖さを倍増してるところはあるよね。それじゃあ次回の動画もお楽しみに。またねー。